番組が始まりますよって八重寿司が、ああなるほど、八重寿司が気を利かして、ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。必ず違反になる。 CM バナースポンサー様のご紹介、まだです、はい、ペットサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平さん、はい、身につけるだけの体感アップ、テラスパワーさんのご紹介、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで八重洲テレビは運営できております。少し長い目のドラあたりを見渡せた、はい、この前の番組のゲストのザグロスさん、はい、なんかね沼津とかはよくいらっしゃるってことなんですけど、まあ八重洲はもちろんもっといいとこもありますよね。いい、ありますね。どこですか？それは、島田市の川根町です。川根ぜひあの川根の方にもですね、ザグロスさん一度遊びに行っていただきたいなと、はい、その時あのこちらのお二人がご案内すると思います。はい、あの実はですね、月曜日はあの僕あのこのエイズテレビの前にあのとある施設で、はい、まあ、あのストレッチ教室っていうものをですねやる時が多くて、今日もあの八重洲のちょっと施設で、ストレッチ教室の方をやってきたんですが、お二人はなんか天候に気を使っていることなんかありますか？どうですか？そうですね、はい、遅いんですけど、遅い、はい、マラソンを、あ、走ってる、やります、はい、結構な距離、なんか大会出たりも、 あのね、必ず、島田市の、はい、あのリバティ、ね、リバティ大井川、はいはいはい、大井マラソン、それから、静岡マラソン、はい、走ってらっしゃる、この前あれ行ってきました、あの軽井沢の、ハーフマラソン、おーおーおー、あの八重洲にもあの港マラソンしてます、ね、前に出たことあります。あのぜひ来年は、あの出ていただきたい。そして浜崎さんは、はい、なんか健康に気を使っていることありますか？気を使っていることは、あの私は股関節を、またマニアックだねもうちょっとざっくりかと思ったら股関節を、別にそんなマニアックじゃないですよ、うんうん、ただ股関節を動かしてる、うん、動かしてるまあ、あのおかしいですか？おかしくないです。おかしくない。あの一郎さんが、一郎さんが、はい、あの野球の一郎さんが、はいはい、ここぞという時に野球ネタこうかぶせてきた、今日野球ネタ、はい、はい、野球ネタかぶせてきて、はい、そこでグッてほら、グッて足をこう、そこは抽象的だね、グッて、はい、グッてやって足をコンパスみたいにして、はいはい、クイックイって肩入れるっていう、はい、あ、こういうやつね、クイックイってやって、はい、そこで股関節をクッて動かすのを、それを時々やっています。股関節悪いんですか？股関節が硬いと言われます。硬い、あ、そうですか。あの今日僕あの午前中ですね、はい、新幹さんといって初めて来る患者さんが来たんですけど、その方が股関節で悩んでる方で、あのちょうどね股関節ってことで、そうです、はい、悩んでます。よかったら来てください。何もないとかで聞いてますか？よかったら来てくださ い、ね、転びやすくなりますよ、ね、浜崎さん俺の話無視やね無視してませんよ社長、大変でしょ。もうね、扱いにくくて、扱いにくくて、扱いにくくて、そんなあの健康に気を使ったお二人に来ていただきました、4時半から岩原和夫のカズチャンネルまあ、あの知らないですよね、今のね。知ってます。あ、知ってる。 あ、本当見た、あ、見たことない。あ、そうか。やっぱね、浜崎さん見てるけど、遅れちゃった。そうですね、あの打ち合わせもしてないんでやれないですよねすいません、はい、じゃあ、自己紹介の方、まず社長からお願いします。はい、はい、今日はあの島田市川根町から、島田市川根町、はい、やってまいりました、大井建設株式会社代表取締役、代表取締役の池田と申します池田社長、はい、ごめんなさい、大丈夫、僕ずっと噛んだまんまだから大丈夫、大丈夫、はい、そして、はい、私も、本社は川根町家山の大井建設の静岡営業所を担当しております浜崎玲子と申します。よろしくお願いします。営業向きだね、営業向きしっかり回るねなんかでもさ、ほら営業ってコミュニケーションが、ね、大切じゃないですか、そうですね、コミュニケーションの本質って何かっていうと、っていう話ね、
ありましたよね。なんかあのね、自分ばっかりが喋るんじゃなくてね、自分ばっかりが喋るんじゃなくてね、私ですか相手がね、こうなんこうこういうこと言ってほしいんじゃないかってことを考えながら話すのが、そういう話もありましたよね、コミュニケーションの本質じゃないかなっていう話。営業としてはどうですか。こんなこんなところでダメ出しできないよね。そうですね、あの聞き上手の聞き上手の、はい、勉強を、はいはい、してもらいましょう。でもね、僕すごく浜崎さんね、はい、あの親しみがあって、ね、もう本当にあのこうオファーいただいた時ね、はい、嬉しくて、あね、あなたのサザエさん幅先です。今のは何、あなたのサザエさんどういうことですか。僕はマスオになればいいの。マスオさん、タラちゃんになればいいの。あのなんか 親しみを持ってお話ししてくださいという意味で言いました。なるほど、説明が必要です。社長が固まってるんだけど大丈夫でしょ。何を言い出すかよく分からない、はい、あのあれですよね、その、まあ、社長は、はい、どんな会社ですか。あのね、昭和24年に24年、はい、どんぐらい前ですか。いたしました、もうね、今度7月の20日でちょうど70年、はい、70周年、はい、ありがとうございます。それはなんか僕呼んでもらったりとかするんですかね。あ、そうですね、そうですね。大パーティーを70周年。そうですね、もう歴史のある会社で、はい、どんな、もともとは元々、町にですね、中学校を作りたいと、はい、そういったあの仕事が出た時にね、あのせっかくだから、ね、地元の人間で作ろうと言って、うんうん、大勢の出資者とそれからあの大工さん集めて、まあ、私のおじいさんが大工さん、はい、あ、私のおじいさんも大工をやってましたけど、はいはい、それであの作った会社なんですね、うんうん、それであの、まあ、大勢の人にあの協力してもらったもんですから、あの会社の名前もあのすぐ横を流れてる大井川から取って、これ大井川から取ったんですね、はい、それで大井建設、建設、素晴らしい、いう名前を、つけました。あの以来、以来、まあ、建築ですね、はい、それから土木、はい、それから今一番力を入れているのが住宅、はい、まあ、この3本柱で、はい、やっています。で、まあ、はい、あの住宅のことを喋るんですよね。あ、そうそう、この後ね。たっぷり2時間押してで、浜崎さんは、はい、この会社にはどんな感じで、もう長い、それこそ何、70年、70年、いる、いる。長けない、長けない。で、いや、私はまだ2年です、はい、あ、まだ、はい、入ったばっか、そう新人です。新人じゃないですか、見ての通り。いや、もうなんかもう社長のそばでずっとね4,50 人いるぐらいの勢いですけど、ね、たった2年です、うん、なんで入ったんですか。なんで入った、うん、え、なんかないの。なんかあるぞ、志望動機、はい、あ、志望動機はあのトーマス見たかったから。本当に。でも社長から言ってなかったんですけど、うんうん、何本当に、あれ面接は社長されてない。あ、しましたよ。もちろん、はい、面接もこんな感じで。面接もしました、はい、面接もしました、はいはい、面接しましたけど、うん、その時に私は言ったはずなんですけど、うんうん、もう一度これで、はいはいはい、トーマスを見るために入社しました。忘れてました。何、それ本当なの。嘘です。嘘です。でもなんか会社の目の前をね、はい、トーマスが走るんでしょ。あ、それは本当に走ります。毎日走ってるんですか。トーマスは毎日なんですね。これからですね、はい、SL は前、あれです、 SL は本当に会社の目の前、うん、前を、SL は毎日走ります。だから日曜日なんかね、そう仲良くなれば、そうですね、会社の敷地内に入ってちょっと見てもいいよなんていう話もあるし、そうそう、もう、あ、もう、まあ、仲良くならなくてもみんなバシャバシャ、入ってる勝手に敷地内。もうね、勝手に駐車場入ってもうバシャバシャと、ね、あ、治ってるね。はい、何ですか何ですか、聞きますね。本社に、社長の前にこう出てきた。本社にあのすごいコインランドリーがあるので、はい、コインランドリーで洗濯してる間に SL の写真を撮る。あ、なるほどね。ね、その何、すごいコインランドリーってのは何なの。まあそういうのもあるんです、うん、あのとにかく何でも地域に貢献したいとか健康に ね大井建設でやってるコインランドリー。あ、そうですか。一角にあるんですよ。長くなっちゃうとあれだけど、簡単に言うと、うん、簡単に言うと長くなるんですよ。長くなる。あの
水をね電解水で作ってるんですよ、はいはいはい、だから強アルカリと強酸性ね、うんうん、で強アルカリはあの汚れを落とすんですね、強っていうのは別に強の強じゃない、あそうそう強い強い方ね、はい、そう強い、それでねだからあの洗剤を使わなくてもきれいにしてしまうと。なるほど、ね、これから強酸性水はそこから次亜塩素酸イオンが出るもんで、それでねきれいになっちゃうんですよ、あの匂いがもう完全に取れる、それから除菌ができる、漂白もするって言って、それで本当の意味で綺麗にしてしまうっていうね、多分日本にねあんまりたくさんないですね。なんかねその辺の話はまたね、はい、プロデューサーもね、はい、うるさいので後でちょっと討論してもらいたいなと思います、はい、ここまでに、ね、ここまでなんか似たような水の話ありますよね。あということで、あーみたいな感じで、そう、あ、いいですか、じゃあ、まあそんな感じでね、じゃあ次、まあ、はい、どっちですか、自分で振っときながら、まあ、本社が、はい、そういう家山、はい、はい、そうです、で目の前をトーマスが走るってことでね、はい、もうそんな奥でもないですよね、あのね、そんな奥でもない、島田市川根町と、うん、それから今川根本町って名前変わったですけど、中川根本川根たんですね、そうですね、ええ。これで川根町は一番それでも下の方ですね。そうまだ奥に中川根本館ですと。そうですね。島田駅から30分。すごい広くなった。だから桜の季節になるともうすごいよね。ああ、そうですね。そう。それからあとはあの川根温泉っていうのがね、うん、あって、これもものすごいですよ。あの休みなんかだと1000人ぐらい来ます。すごい。あ、川の温泉もあれでしょ、目の前通るもんで見れるんだよね、部屋から。そうですね、ね、まあでも止まんなくてもさ、なになに、そろそろ家の話、あ、そろそろ家の話させろそろそろそう、なになに、大井建設さん今住宅に来て力を入れててちょっと時間が来ない、力入れてて、なになに、で、で、で、はい、はい、じゃあそれはどうぞ、どういう家を建ててるわけだいたいさ、社長、家っていうとさ、ほら、はい、今はもう耐震だとかさあ、デザインとか、はい、そういうの重視の、あの、まあもちろん、ろん耐震はもうこれ当たり前ですよね、当たり前、耐震は当たり前、もう丈夫は丈夫、丈夫、これは当たり前です、当たり前、あの他の全然違う、違うところは、はい、まずですね、まず、健康をものすごい重視してます、健康を重視したうち、はい、ちょっとそれだけだと健康住宅ってね、もう世の中にも溢れてありますけど、あの本当の意味で健康になる、あのね、まあちょっと、放送行動にかかるかどうか分かりませんが、うん、やめましょうか、あ、そうですか例えば半年ぐらいで半年ぐらいで、はい、アトピーがそのちょっとすぐだけで良くなってしまうとか、うん、いい方に向かうってことね、そういう人が大勢ね、うん、いらっしゃるとか、ね、なるほどなるほど、まあちょっとかかりますかね僕いな、来週とかいなかったらちょっとまあそれぐらい、うんうん、あの本当にあるんですよね、あの住むことで要は体がね、あの健康になっちゃう、丈夫になって、丈夫になる、これはあのちゃんとした理由があって、うん、あの今の家って、うんうん、あの新しい建材がすごく出てきてましてね、そこから VOC、 あの要は、こう体に有害な物質が出てるところ、有機化合物です、ね、木からそう、あ、うん、あ、木だけじゃなくて、いろんなものが、あのいろんな建材、例えばフローリングもそうだし、うんうん、クロスもそうだし、うんうん、あのいろんなその家で使われてる建材からですね、そういったあの有害物質というのが出てるんですね、実は、はい、知らないけど皆さんはね、そう知らないんですよね、それで、うんうん、一応そういったものも国で規制はしているんだけど、なんか建築基準法かなんか、あの基準法ではないんですけどね、規制をしてるんですよ、はい、でもあのその規制って実はあの外国と照らし合わせると、うんうん、ものすごく緩いんです、日本は、日本はもうものすごい圧倒的に緩いですね、うんうん、例えばですね、あの日本で規制されてるあの有害物質って2つしかないんですよ、うん、何でしょう、1つはホルムアルデヒド、ホルムアルデヒ ド、あ、これよく聞きます、ね、聞きますね、これね、はい、でもう1つはクロルピリホス、はい、これは知らないね、この2つだけなんですね、でもあのアメリカとかヨーロッパ行くとだいたい35種類から45種類 の、うん、あの有機化合物を規制してるんですよ、 VOC、 なるほどこれぐらいもう全然違う、これでまあ、うちの住宅ではですね、はい、大井建設さんでは、はい、とにかくそういった体に悪いものを出すような建材とか、長持ちしない建材は一切使うのをやめましょうということで、うんうん、あの使わないということでゼロ、
まあここからそういう悪いものを使わないっていう意味のゼロ宣言なんですね。そうです。それでゼロ宣言住宅という、はい、そのゼロ宣言っていうのがありますね、はい、ここに書いてあります、はい、これ見えるかな。これすごいですね。医師が勧める、そうですね、本物の健康、はい、何十人っていうお医者さんがですね、はい、この住宅を作るためにいろいろ協力をしてくださって、お医者様が、これは言ってもいい、はい、これはいいですよね、嘘でもないから、はいはい、それで、あと他の、まあ、いわゆる健康住宅と違うのは、うん、どうして本当にそういうふうに健康になるのかとかですね、実際健康になった人がどれぐらいいるのかということをそういうのもちゃんと調査してあります。ですからそういった証拠もきちっと揃えているっていうところはやっぱり他と違うところはありますね。こういうのに載ってるってこと？あ、これにも載ってます、はい、すごい。で実際に中立 の, そういった調査機関がある、はい、入ってて、そういうのを調べて、うん、でそれでやってますから、そこは結構説得力があるよっていうことね、はい、ね、どんなお医者さんがあれ、あ、やっぱりもう内科医から産婦人科から歯科医から精神科からもういろんな多岐にわたってですね、うん、入ってると、はい、入ってます。お揃いの服着てる、本当ですね、お揃いの服着てる方が、ね、なんかそれこそね、歯医者の先生なんかは、はい、その呼吸、ええ、口呼吸じゃなくて鼻呼吸でね、鼻呼吸ですね、でその睡眠の質を変えてっていうのにもすごく役立つ家なんですって書いてありましたね、はい、あれ、そうですね、書いてなかった、あ書いてありましたよね、あります、なんかそんなような、まあ、鼻呼吸が重要なんですよってことね、はいはい、そうですね、はい、ウェブでなんか載ってましたね、歯医者さんがありますね、はい、ありますね、そういうことですよね、はい、だからもう今、まあ、昔は、まあ、家っていうともう寝るだけとかね、うん、そういうこう休むっていうのだったんだけど、大井建設さんの場合は健康になるための家っていう、そうですね、本当の意味で休む、休む、ちゃんと家に住むことで安らぎを得る、得る、明日の活力を得る、はい、そのためにはやっぱりその家に住んで病気になるようじゃやっぱりまずいでしょっていうのがあります、はい、でもなかなかそうは言っても、はい、一般の方々にはなんかこう伝わっていくのって難しいところもありますか、ね、これは難しいですね、難しい。そんな中、はい、なんかやったりしてますか、はい、じゃあ何やってますか、紹介をしますこれ何でしょうか、はい、6月22日、6月22日、はい、これは島田市の土曜日か、土曜日ですね、うん、はい、オールリという施設、プラザオールリー、プラザオールリー島田市役所の目の前にあります。そこで、はい、でそこに行くと、ここに行くと、うん、その今池田社長がお話をしたゼロ宣言の家の秘密が分かる、分かります、詳しく分かっちゃう、詳しく分かります、はい、これは何、社長が説明する、あ、違います、これ専門の講師の先生がいるんですが、はい、この講師が実はゼロ宣言住宅を一から作り上げた、ほう、その人が直々に話した、静岡に、はい、まあ、島田に、島田に来て、あの島田に、そう、あの島田に来るというか、はい、あの島田に来ます、はい、来てくれていやね、はいはいはい、もっと面白いですよこの人の話、これちなみにその人の名前言ってもいいの、あ、はい、沢田正雄先生、ね、沢田正雄先生、はい、これで正雄さんにつながるわけ、はい、つながりますそうそうなの、そうなんです、そうなの、よく分かった、すごいですね、すごいですね、ここに今沢田、すげえ褒められて嬉しいはい、そして、はい、ここに載ってます、うん、あ、載ってますね、載ってますね、この方がちゃんと説明して、はい、講師の方が、はい、増田さんって沢田正雄さん、正雄さん、すいません、大変失礼しました、うん、そうです、専門家ですね、専門家ですね、うん、ものすごい人ですねこの人、だから建築関係とか、うん、もちろん建築士でもありますが、うん、もうその域ではない、その域ではない、もう本当に医療関係にも詳しいし、詳しい、もう家のことは1から100まで、うん、全部知った上でそれでこういった住宅を作り上げたっていう人ですね、でこの人の話をぜひ聞いてもらいたいってことですか、いやーとにかく聞いてもらいたい、いやもういや本当に絶対聞く価値はありますよ、うんうんうん、無料セミナーです、あ、これ無料、無料です、これ行ってなんかこう買わされたりしないの、いやまあ行ってね家を買ってくれれば一番いいんだけど、まあ、そこはね、そこは高いからもんですからね、まずは話を聞いてもらいたいって、はい、まずはこれで本当の家作りっていうのはどういうことか、うんうん、それから今実は日本の住宅業界というのはどうなってるのか、うんうんうん、
それからまた この今度の時はですね、うん、あのやっぱり、今の住宅って本当に価値がなくなってしまうんですね。でもうちの住宅はあの価値がどんどん出てくる住宅なんですが、でも35年経った後に、ね、あの普通の住宅はもうじゃあ建て替えるかってなっちゃうでしょ、うん、でもうちの住宅はまだ50年80年100年持つんですが、でもやっぱりローン払い終わった後これからやっぱりお金も必要だっていう時に、あのまあ、これ合わせて貯蓄の話もですね今回してくれるということで、うん、これもちょっと ね非常に目新しい、ここまでまあいろいろまあですかね、お客様のことをこう考えたセミナーっていうのはなかなかないのかなって思います。まあ、あの土地はねあれなんですけど、箱って意外と年数経つとこうなるんですもんね。もう本当今ゼロですよ、もう価値がそれに近いっていう、はい、ぜひともあの新築で建てる人だけじゃなく、はい、建てた人も来れる？あ、もちろんです、はい、それから、まあ、もちろんリフォームの人もいいですし、うんうん、あのまあ、今はすぐは建てないけど、まあ、これから建てようかなっていう考えもある人でもいいですし、うん、まあ、全くそういうのもないけれども、一回聞いてみたいなっていう人もぜひ聞いてもらいたい、これ何、はい、何時からでしたっけ？1時半から1時からすいません、1時から、はい、12時半に受付して1時から、はい、これで4時半まで4時半まで長いね、これ結構長いです。2部制ですね。あ、2部制、はい、な長い、あ、2部にはなってますが、うんうん、この人が1人でずっと全部喋る、はい、でもおそらくこの時間も短いって感じます、うん、あ、なるほどね、はい、これ八重洲テレビの2時5分があっという間なように、はい、もう、あ、そうです、はい、今ですね、この3時間ちょっとも、はい、あっという間、あっという間だと思います。じゃあそれぐらい中身が濃いですね。もうあのね、先ほどのザクロスさんにも来ていただいてね、はい、あ、ぜひぜひ、行きます。いや本当に来ていただくとね、はい、いいと思います。今受付中です、はい、もう結構集まってるけどまだまだちょっと、あ、ね、あのね、80人まで入れるところなんで、はい、ですので、まだまだ今あの余裕が、ね、募集始めたところですから、あるということなんで、はい、ぜひ、ぜひ、はい、お話を、ね、聞きに来ていただきたいなと思うんですが、はいはい、なんか他にも、他にも、はい、あのお母さん業界診断、なんと6月号に乗っちゃってる、めくってくる、俺がめくるめくっていただいて、あ、社長一面、そうそうそう、でかい、はい、今回乗せてもらいました。これ何で乗ったの？お母さんで乗ったの？はい、あ、お父さん。誰が？お父さん。はい。そうです。会社のこれはその家の細かいことではなくて、はい、大井建設の思い、その70年の恩返しっていうつもりで今活動しているので、そのきっかけからいろいろこう、あ、そこをで、しかもお父さんでしょ？はい。うん、あのこの家は本当あの子育て真っ只中っていう人に住んでもらう、あ、のがいい、それが本当にいいと思います。教育もいいし、それからねやっぱりすくすくと、ね、丈夫なお子さんに育ってもらいたい、それにはうってつけの住宅です。ということでこのお母さん業界新聞にしていただいたんです、ね、もしお手元にね、あの手に入らないという方は言ってください、幅先が届きます、これを届ける、はい、このね編集の方が前ねここでね、はい、やってたし、僕このパパコラムで載ったことが、あ、そうですか、はい、あるんですよね。ぜひ、まあ、こういうのも手にしてもらって、はい、大井建設さんのことを知ってもらいたいなと思うんですが、はい、もう実はもう終わりなんですよ。本当ですね、早い、もう、ね、うん、ちょ、できないできないできない、あのまたですねちょっと来てください、はい、ぜひ第2回も ね、 そうですね、来ていただいて、はい、たっぷり話していただきたいなと、はい、ぜひぜひお願いいたします、お願いします、はい、なんか一言言っときますか。じゃあ何を言っときます、しゃべりこれのこと、このこと喋りたい、あ、はい、あ、あと八重洲、何、そう、6月はこの島田のセミナーですが、うんうん、と、7月の21日に島田のサンライフ、あ、島田ない、八重洲のサンライフ、サンライフ八重洲さんの、はい、その場所でまたミニセミナー、もっとこう濃い、濃いやつ、近い、距離が近いってやつをやる、はい、社長だけなんか乗ってきてないけど大丈夫だよちょっとそう、はい、あの走りすぎちゃうもんね、はい、すいません大丈夫です、申し訳ありません、社長もそのぐらいがいいと思う、はい、なので、あの八重洲にもまた来ますので、はい、ということで呼んでください、はい、はい、ということでまた来てください、はい、よろしくお願いします、お願いします。今回のね、はい、ゲスト大井建設、はい、代表取締役池田社長、はい、
そして、しゃべりの幅崎玲子さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。失礼をいたしました。失礼しました。続いての番組は、この方も確か川根の方じゃなかったですかね。そうです。久々ですね、僕は。お待たせします。情けないやつの、情けない時間。よ今日は電話ゲストってことですか。そうです。ドールクリエイター、ゆうや、和田さん、はい、お楽しみに。